はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回は新カード情報がね、またまた来たので、まあ毎日来てんですけどね、また来たのでやっていきます。ただね、ちょっとね、今日仕事がちょっと忙しくて、この後いつもだったら試合を乗っけてるんですけど、今回は乗っけることができませんでした。本当にすいません。ちょっとね、忙しくてすいませんというような感じです。まあね、もうザレ事はね置いといていこうか。はい、もう見よう見よう。まあ、ポチッと押していきましょう。はい、ポチッと OK。 まあまたね、自分もちゃんと見てないというふうなことなので、全く今読めてません。はい、わかりません。 OKOK。 はい、3マナのランドマーク。まあね、昨日言った動画でも言ったけど、3マナのランドマークは多分使いやすいのよ、本当に。うん、わからないけどね。うん、絶対使いやすいと思うから、多分絶対大丈夫。大丈夫って意味がわかんないけど、まあ絶対強いでもわかんない、読んでないから。まあ3マナのランドマーク、栄光の大広場と、味方が召喚されるとき、その味方にこのラウンド中1ヒットチャレンジャーを付与すると。めっちゃ強くない？これ大丈夫？いや、これ強いよね。いや、普通に強ない？これ。いや、チャレンジャーってそもそも強いじゃないですか。また11プラスされる、バフされるから、いや、これ強いだろ、これ、どう考えても。普通に強えよな。デマーシアじゃなくてもいいわけでしょ？これ、リーシーンがさ、レベルアップ後っていうのが、まあ、これ知ってるかちょっとわかんないですけど、リーシーンはレベルアップ後別にスペルを使わなくてもいいんですよ、これ。スペルを使うことによってチャレンジャーがつくんですけど、あれはチャレンジャーを付与すれば、まあ、リーシーンは竜の怒りを発動できるってことなんですよね。前ね、多分動画でアウトオブザウェイを使って、もうずっとね、チャレンジャーを付与していくっていう風なリーシーンができたんですよね。うん。で、それと一緒で、もしレベルアップ後のリーシーンをね、もし仮に出したとしたら、もうこの時点でチャレンジャーついてるので、別にスペルを使わなくても竜の怒りが発動するっていう風なことができるので、まあそういう風な面白い使い方もあるのかなという風な感じですね。うん。まあそのガチで使うよりかは、別にネタとしてもこういう風に使えますよっていうのもあるかなっていうのも今思いつきましたね。またやっぱりそのチャレンジャーが付与するところで、やっぱりそのゼド、まあゼドリーシーのことを言っちゃうと、ゼドとかね、クイックアタック持ってるユニットからしたら相当強いので、これはチャレンジャーなんてね、まあいちいち付与されますし、うん、クイアタチャレンジャーが一番強いからね。うん。だからこれはすごい強いな。なんかその、ガレン・ドレイブンとかっていう形もできそうな、面白い感じができそうですね。うん。ドレイブン・ガレンみたいな。ガレンにもこれチャレンジャーと11バフつけてもね、いいからね。うん。あいつ結構使いづらいラインだけどね、もしね。使いづらいやつだったけど、今回このカードが、今回このカードがね、出たことによって、そういう風な面白い使い方もできますし、ガチっぽい使い方もできるのかなと。これいいカードだね。やっぱ3マナのランドマークは絶対強いから、マジで。うん、嘘つかねえわ、多分。これ、わかんねえ。はい。また、あれだ。出ましたぞ、これ。どう見てもな。PV にもあったやつだね。舞台長アリッカと、スペルシールド、8マナのスペルシールド、プレイユニット1体またはランドマーク1枚を拘束する。あ、へえ、召喚時にもう、拘束するんだ。なるほどね。8766。うん、なんかそれだけだったら別にっていうのもあるけどね。ただスペルシールドと、まあユニット1体、ランドマーク1体1枚を拘束するっていうのはでかいですけどね。まあ別にこいつ入れようかなっていうふうには思わないですけど、ただおもろいカードだなというふうに思いますね。8766と。うん、いいね。まあ次見に行きましょう。こいつに対してはそこまで俺は話すことないかな。わかんねえし。なんかこいつ、あれじゃんね。なんだっけ。もう忘れた、4マナのバーストスペルな。うん。2マナの常闇の住人と、フューリーじゃない、すいません、エフェメラルフィアサム、ブロックできないを持ってると、ナイトフォール、このユニットのコピーを1枚手札に生成する。うわ、めっちゃおもろそうなカードなのこれな。ナイトフォールで、なるほど、無限にこいつが出てくるよという風な感じですね。こいつフィアサム持ってんだ。あとはナイトフォールとか、そうか、ナイトフォールとフィアサム持ってるから、ノクタウンとも相性いいのかね。まあ何回も何回も出せるってところで、ノクタウンとも相性良くて、まあ出すたびにね、攻撃力下げてくれるので、面白いカードなのかなという風に思います。本当に攻撃特化にはなりそうだけどね。うん。まあ次見に行きましょう。はい、厄介の亡霊、0マナの11エフメラルラストブレス、敵のデッキにこのユニットコピーを2枚混ぜる。こういうのも出てきてんだ。本当に厄介な亡霊だなこれな。こう考えるとな、敵のデッキにこのユニットのコピーを2枚混ぜるってことは、まあ入れられるけど、自分も入れて出したらこいつがまた増えるってことだよね。なんかおもろいね。なるほどね、こういうカードもあると。はいはいはい。まあじゃあ次見に行きましょう。そこまでなんか今最初のカードぐらいかな、デマーシャのランドマークがめっちゃ強かったかなっていうような感じだね。うん。あ、はい、5マナのバーストスペル、月光の触り、このラウンド中敵ユニット2体を沈黙させると。はい、ナイトフォール、その2体はこのラウンド中ブロックできないを持つ。なのでね、静寂の上位互換になるのかな、なってくるのかな。ただ静寂の方がちょっと強そうには見えるけど、まあ2体をね沈黙させるっていうのが、
まあめんどくさいっちゃめんどくさいかなというふうには思いますね。またその後ラウンド中ブロックできないっていうところで、まあナイトフォールで使うって言ったらそのブロックできない方が主に使われるのかなというふうにありますよね。まあユニット2体を沈黙させるっていうところも使えると思うんですけど、主にこっちが攻撃ターンだったらナイトフォールの方をうまく使っていくんじゃないかなというふうに思いますけどね。やっぱりブロックできないっていうのが嫌ですからね、どう考えても。あとちょっと言いたいのは、まあ敵にユニット2体を沈黙させるっていうのはすごい強力なことだんですよ。チャンピオンもいけるので。ただちょっと静寂と違って自分のねユニットにも打つことができないってところがちょっと嫌だなっていうのはあります、個人的な意見は。静寂のいいところってその自分相手も打てますけど自分にも打てるってところがすごいいいところだと思ってるんですよね。まあ凍結されたとしてスタンされたとしてもしっかりブロックできたりとか、自分のユニットにねデバフをかけられててフィアサムで駆け上がってくるって時にも、静寂打ってしまえば攻撃力が、戻っていくのでしっかりとブロックに行けるみたいな使い方はできるんですけど、このカードだとまあお相手にしか依存しないってところがちょっと嫌なのかなというふうにもあるんですけど、まあ強力なスペルっていうことには変わらないんですけどね。まあそういうのはなんかちょっとテクニックのあるような使い方はできないのかなというふうには思います。はい、まあ、次見に向けましょう。おいおいおい、はい、4マナのカードで4マナ54陽光の炭治郎か、これ炭治郎って読むのこれわかんねえわ、ももさん教えてな。炭治郎でいくわ俺、炭治師って呼ばない、炭治郎って呼ぶわ。デイブレイク、このラウンド中このユニットにライフスティールを付与すると、はい、炭治郎はライフスティールを、付与するだけという風な感じですね、ラウンド中。まあそこまで強いかっつったらなんだ、そこまでじゃねえのかなと思うけどな。4マナのライってレオナか、レオナと同等ということだよね。まあ出すタイミングは、まあ序盤で出していくっていう風なことなのかな。でもなんかね、変に逃げられても嫌だからな、ライフスティールうまく自決されたりとかさ、彼岸とかでな、ブロック、あの透明ななバリアされても嫌だからな。そうするとライフスティールできないし、なんかこれちょっと扱いづらいかなというふうには思いますけどね。まあわかりませんまあそこまでなんかビビビっては来なかったわ、このカードは、はい、5マナのランドマークってちょっと嫌じゃない。ターゴンの頂き、かっこいいね。でもな、ラウンド開始時このラウンド中各プレイヤーの手札のランダムな1枚のコストをゼロに減少させる。おい、すげえカード出てきたおい、すげえカード出てきたな。ラウンド開始時このラウンド中各プレイヤーの手札のランダムな1枚のコストをゼロに減少させる。おい、すげえカード出てきてね、これ。おいおい、ルンテラ壊れてねえか、大丈夫か、こんなカード出してなあ。知らんぞ俺はターゴンだろこれ。おい、どうすんのこれ。なんだっけ、だってこれ5マナでしょ。前流行ったさ、トラソルとかだったら結構早くね、これ出せんの。トラソルでだって3ターン目に石置いて4ターン目にこれターゴンの頂き置けば、まあわかんない、手札に何があるかわかんないけど、適当なカードがね0マナになるけど、もし当たりのだからソルとか、あとは何、フィールザラッシュとか今入ってくるのかな、フィールザラッシュとかねえ、あれとかが0マナになったら とんでもないことになるからな、で逆に0マナになったら0マナになったで出しやすいってわけだから、手札もだんだん減っていくわけでしょ。そう考えたら逆にその選んでさ、その狙えるじゃないけど、これまたすげえカード出てきたな。ちょっとなんかトラソルがなんかまた出てきそうな感じがしますけどね、このカード見たら。まあ他にもちょっと使い方はあるかもしれないですけど、ただすげえカード出てきたな本当にいやおもろいね。いやこういうカードがいいよね、やっぱこういうカード好きは。あの変にさ、分かりやすい強さじゃなくて、こういうなんかネタ寄りっていうかさ、もう幅を広げてくれる、デッキの幅を。やっぱこういう、自分は配信者じゃないですか、配信者の幅を広げてくれるっていうかさ、ネタにしてくれるっていうのがすげえいいわ、やっぱルンテラ。本当にね、ネタが尽きないから、このカードゲームって。こういうところが好きです、私。こういうのやりたい、本当に。最高、ルンテラ、ありがとう。はい。まあ、こんな感じかな、今日は。今日はっていうか、これは。そうだね。まあ、今回はね、ちょっと動画、試合は載っけてないんですけど、まあ、まとめると、ちょっと栄光の大広場と、最後のターゴの頂きかな、あのカードはちょっと使ってみたいかなというふうには思いますね。面白そう、マジで。これってかね、栄光の大広場めっちゃ強いと思うわ、普通に。やっぱりドレイブンとか、クイックアタック持ちと合わせたら相当強いからね、これ、本当に。有利で取れるし、ドレイブン・ガレンやってみたいな。なんかあの二人なんかあるんでしょ、仲いいんでしょ、仲いいくねけど、多分仲良くはないと思うけど、なんかあるんでしょ、あいつら。あいつじゃないか。なんだ
あ、俺勝手なこと言ってます本当に。ダリウスかな、ちょっと教えて本当に分かんないからただそのクイックアタックとね、合わせるのは絶対うまいことになるので、これはすごい強いなというふうに思いますね。まあ、今回の動画はこんな感じで、明日ね、まあ、デッキ紹介とかもやろうと思ってるので、もしよかったら明日も見ていただければなというふうに思います。はい、今回の動画が面白いと思った方がいれば高評価チャンネル登録のよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。